甘い匂いする？え、片雨の日。ことちゃんです。今日はどこに行くんですか？信州公園にある千庵というお茶室に向かっております。はい、お茶会ですね。千庵って秋田県民でも千秋公園は来たことあっても、千庵に来たことある人少ないかも。そうですね、私も最近まで場所が千秋公園で迷子になるというホームなのに庭なのに立派な木ですね。さあ、入り口かな。だぞーよ。あ、セイアンって書いてある、あ、先生いる？あ、いらっしゃいますね。あ、ではよいしょ、おはようございます。今先生から教えていただいたお茶室のお客さんの入り方を紹介します。門から入って、でここにあるちょっとしたバス停みたいなところでかけてお待ちいただいて、ずっと歩いてきて、ここの手水のところで手を洗って口をゆすいで、ほんでこういってこっちの方から低いところから入るそうです。勉強になりましたね。頑張りましょう。これは千秋公園のこの、これが有名な石ですが、加藤清正公から贈られた石です。台湾の石なんですよね。ね、熊本と秋田がつながりましたね。おとちゃん、こっから入れそうですか？入り口から頑張れば入れるかな。おとちゃんどうでした？お茶会は。入り口がちっちゃかったですね。大変でしたね。すごい天気も良くて風が気持ちかったですね。そうですね、お茶会本編は録画できなかったんですけど、入る前と後だけですけど撮れましたね。勉強になりましたね。今日はおとちゃんはお正客さんをやってくれましたね。タバコ本出されてましたね。着てる着てる吸ってないけど、一応形上一服しましたね。お茶菓子がウサギがお月見してましたね。可愛かったね。梅味でしたね。梅味でしたね。いつも味噌とか与えられてたので、うんうん、なんか梅味の味噌みたいな、ちょっとしょっぱみもありましたですね。可愛いお菓子でしたね。じゃあ松下に帰るとしましょう。おう道中撮ってみようかな。ちなみに茶室千庵の場所は、松下からの道しかちょっと案内できないんですけど、とっても近いですね。松下から八幡様、こっち行けば八幡様のこの階段、これが境内への近道です。ここを上がっていくと、あの境内に入りますよね。なんかあの鳥居からじゃなくて、本当境内から入っちゃう、境内に突然入っちゃうから、裏道みたいなとこになるのかな。もうすぐ下に見えてる屋根が松下かな？門さん？松下門さんかな？その隣が松下です。お散歩にもいいですね。風も気持ちいいし、下もそんな歩きづらくない感じで、ほどほどで、ちょっとランニングとかは要注意ですけど、お散
こならバッチリです。次わたあめの匂い。そのわたあめの匂い何なんだろうな。わたあめの匂い、なんかでも甘い蜜の出る木みたいな感じかな。早速、うんうん、葉っぱが甘いのかな。階段に到着。これを降りたらもう松下の横の駐車場に到着です。すぐだった、近い。よいしょ。本当に気持ちいい。暑くもなく涼しく、暑くも寒くもない。最高でしたね。よいしょ。普段のお茶のお稽古場でもいろいろ、なんだろう、と違うところがいっぱいあって楽しかったな。普段のお稽古場も立派だけど、ね、今日のとこもとってもまた違って立派でしたね。あ、今日出てけ、今日かっけ軸の床の間に飾ってたお花と同じ。これ今日学びましたね。田村草、でしたよね。田村草くんです。なぶない、転ぶとこだ。よいしょ。もう一人田村草いる。あ、田村草になんか、あ、虫いたけど。あれ、僕ちゃんのことが好きなんだな。到着だ。近い。4分でした。徒歩。また行きたいですね。また行きたいですね。よいしょ。というわけで、松下に到着です。着いた。じゃあ皆さんにシタラバハ言ってください。シタラバハ。